自分は良かったのは仕事の方もいろんなことやってたんですけど、最終的にもうゴルフのことだけにやろうと思ってゴルフの関連するビジネスに絞ってきたんですよね。そしたらこっちゴルフ場がいっぱいあって、でいいじゃん島田の上条さんもゴルフをやられていて、で毎月今誘いを受けて野菜村の人たちと定期的にゴルフができるようになり、さらに隣さんが塩津ゴルフ会というのをやっていて、引っ越したすぐ津福さんゴルフ関係ですよねって言われて、毎月1回の塩津ゴルフ会という40年の伝統のある会に入れていただき、仕事もゴルフ、遊び、お付き合いもゴルフで、ゴルフだと一緒に回るとかなり友達のようになるんで、そういうことから、まあ、人とのつながりがどんどん増えていって、いろんな交流ができて、60過ぎて最高の人生の日々を送っています。